岸道蔵は、日本の実業家、財界人、経済同友会代表幹事、日本道路公団初代総裁、大阪府大阪市に生まれ、北海道小樽市で育つ、小樽中学校から産老を経て、第一高等学校に入学。5年間在籍し、その間全領委員長として、関東大震災後の動向移転問題などに関係する。 その後東京帝国大学工学部鉱山学科に入学。在学中はボート部で活躍し、1929年の卒業後も後輩の指導に当たった。東京帝大学生科食卓などを経て、1931年に名古屋合板支配人として在会に入る。以後明治政活常務、満鉄調査部食卓、甲中公師関東事務所長などを歴任する一方、 昭和研究会に所属し、各界に広く人脈を持つようになる。1937年、牛場智彦と共に、第一次、この絵内閣首相秘書官となり、政策研究会、朝飯会を主催。その後、満鉄調査部員などを経て、鈴木貫太郎内閣総合計画局参与として、終戦を迎える。1947年、童話工業副社長。 1955年経済同友会代表幹事となり、大見県市葬儀の調停などで活躍した。1956年に日本道路公団が創設されると、初代総裁に就任。在任中は、欧米に比べ立ち遅れていた、日本の道路事情の改善、発展に尽くしたほか、高速道路調査会を設立し、名神高速道路の建設、 首都高速道路の建設などに力を注いだ。これらの業績により、1960から61年、国際道路連盟からハイウェイマンションを2年連続で送られた。在任中の1962年3月に死去。ありがとうございます。